かかったエナジー108、失敗した数8。クソイベントがよ、これのせいで俺おばんどうにお前20万ぐらい。はい、どうも初期長です。今回は皆さん待ってました TS 第3弾来たーということでね、やっていきましょう。やったなコナミ。今回のTS 第3弾は、例年ではね、まあ、ランキングが重なってる、第1弾、3弾、5弾、7弾とね、奇数弾はね、ランキングが重なってね、なかなかね、いいメンツが出てくるんですが、ちょっと今回は違うと。はい。今、中村典弘選手、この人はもう最強のサードだね。はい。今、現存するプロスピの中では最強のサードなので、取っておいてください。はい、もう最強です。アーチ、広角、チャンス、最強です。はい。守備捨て、ものすごい高いです。もう最強です。最強の右バッターです。はい。もう取るべきですね。これ取らなかったらもう、アホです。はい。で、斎藤和美選手だね。9位スタミナ同値 83A だ、ね。めちゃめちゃ強いと。はい。でね、2種フォーク持ちだね。2種フォーク持ちでめちゃめちゃ強いと。はい、リアタイ的にもリーグ的にもとても強いと思います。ストレートの球威も A。 特殊能力に関しては、確かね、キレと奪三振と奪三振とキレと対強打者だね。対強打者持ち強すぎ。はい。で次、殿崎選手だね。おめでとうございますね。流し打ちにクソ弱体化された殿崎選手が、パワー総力 B どっちだけども上がってきて戻ってきてくれました TS ということでね。超広角選球眼、守備職人。ちょっと待って、こちらが比較になるんですけども、右側2021のシリーチの殿崎選手です。で左側が今回出た TS の殿崎選手です。守備捨てめっちゃ下がっとるがな。はい。次、これ特殊能力なんですけど、守備職人に変わってる。走塁の方が良かったな。やったなコナミ。はい。続きまして、楽天から銀次選手だね。ライドラーミート79、パワー60の走力63。はいはいはい。キャッチャーもできる、ファースト、サード、セカンドもできると。選球眼、固め打ち、チャンスと。ちょっと待って、右側が、2020シリーチの銀次さんで、左が TS の銀次さん。 TS ってさ、もっとこうなんか特別な、なんかあるだろう、特別な、なんか納得いかねえな。はい。ロッテマリーンズからは鈴木大地選手、ミートパワー BB の、ユーティリティプレイヤーだね。はい。そして我らがファイターズからは有原康平選手だね。はい。80同値ね。えさらにスタミナも79でね、うわ強いとね。ストレート B で、フォークも B で、サークルチェンジも A で、ツーシーム C で、縦スラ B で、うん、強いね。しかも先発なんだよ。先発でこれ大ピンチ、超大ピンチ、コントロール切れと。これは強い。ちょっと待ってくんない？はい。右側2021シリーニのワールドスター、まあ去年のも同じ能力は。で左側今年出た TS ね、全く同じだね。違うんだよ、俺らが欲しい有原は。俺らが欲しかった TS の有原はこれなのよ。タイトルホルダーのこれなのよ。80、82、80の他を寄せ付けない能力のこれなのよ。そしてね、これツーシーム B なのよ。先発と抑えもあるのよ、適性が。ねえ、めちゃめちゃ強かったこの有原を TS で出してよ。なんでお前去年取れるような選手を出すのよ。なんでやねん。ただ、まあ、ワールドスターはランキングとかないから、ランキングで取れるって考えれば、これもありかな。なしだよ。その腐って根性。はい。ヤクルトスワローズから山本哲也選手、ストレート、フォーク、スライダー、縦スライダー、ツーシームと、中継ぎ抑えで、タイピンチ、キレ、打たれ強さ。はい。いや、でもね、意外と使ってみたら強いと思います。はい。DeNA からは、浜田番長ですね。9位スタミナ同値 81A でね、はい、持ってる球種はまあちょっと厳しいけども、一応超大ピンチ持ちと。先発で超大ピンチ持ちはね、貴重だからね。いらないです。はい。阪神タイガースからは大和選手と、これはね、もう阪神純正の人はね、もうみんなよだれが出て喉から手が出るほど欲しいんじゃないでしょうかね。まあ守備能力はすごいよ、すごいと思う。なまら強いと思うけど、
まあどうなんだろうね、うん、純正以外ではそこまで使われないのかなと。でも純正の人はね取っといて間違いないと思いますんでね、ぜひ純正の方は取ってくださいということで。はい、出ました問題児、坂本勇人くん、これ一番やってるからな、これな、これ一番やってるぞコナミマジで。これ本当にね、これちょっとマジでね、ちょっとこれ言わして、これいや、いくらなんでもこれはひどいなと思った。なんで TS でこの坂本勇人だったのか、ちょっと見てください。はい、これ右がね、2021シリーズ1の坂本勇人選手だね。パワーミートが、デフォ同値で、まあ強スラとかつけば83同値とか、まあ、そういう感じの選手です。はい、で左が今回来た TS の選手、坂本勇人選手ね。はい、守備ステータスを見てみましょう。はい、こちらね、守備積極まで一緒よね、権力とかも、ね、スローイングとかも大して変わんないけど、ね、守備のね B79 と B70 どういうことやねんと、2021シリーズの方が強い、どういうことやねんとね、特殊すれば A 行くんですよ坂本勇人、行かないんですよこれ坂本勇人、なんでやねん、なんで TS の方が弱いまであるのよ。画像は去年の尻にだけど、特殊能力に至ってはこっちの方が強いっていうね、超広角パワー視線球眼っていう、強くするのが TS やろ、何のための TS なのよマジで。ちょっとほんとこれ今回ひでえぞマジで。ただこれ以上言うと、まあ、TS ってその当時の能力をとか言い出すバカがいるからやめますけど、ちょっと納得いかないですねこの坂本勇人に関しては。はい、カップからは松山選手ですね。メガネ純正に必須です。はい、で中日ドラゴンズから浅尾選手はね、うわ9位 86A 制球も高いしね、こう普通に強いなやっぱりな、こうやって見たらな。で中継ぎエースで抑えもできて先発もできて、ストレートフォークが AA でスライダー持っててパームでキレ奪三振存在感ということで、いやーあのね、前までね、ま、いつだったか2年前ぐらいの TS 来てたんだけどね、ずっと欲しかったんだけどね、今回来てくれましたね。うん、別にいらねえけど。はい、ということで散々文句言ったタイムスリップなんだけど、マジでね欲しい選手がいないね今回ね。もう厳しいな今回の TS、 これねランキングあるにしてはね割と辛いと思うよ普通に、渋い渋いで、今回のランキングはターニングポイントなんだけど、前までと違ってステージポイントとランキングポイントで分かれてます。でランキングボーナスが入るのもランキングポイントだけってことで、なんぼね、先週ポイント上げても、累計2位は一切関係ありませんとね、一切関係ありませんとくんってことでね、はい、ただ累計回収するだけだったら、ガチャはもう引く必要ないし、ただそのままでいいというね、またこれか。はい、ということでね、なんだかんだ言いましたけども、最終的にね、引いていこうかなと。ね、TS 契約書引いていこうかなと思います。いやー、まあ一応狙いはそうだな、中村のり、有原、浅尾選手、斎藤和美選手ぐらいか。そんぐらいかな。うん、中村のりと、有原に関しては継承目的で、浅尾選手と、斎藤和美選手に関しては、まあ、欲しいかなと思うぐらいです。いやー、ちょっと今回のきつかったな。おー、ここでゲットできるっていうことでね、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。